ハンス・キュング、ハンス・キュングは、スイスのカトリック神学者。1970年に、ローマ教皇ムビューロンに異論を唱え論争を巻き起こし、この影響で、カトリック神学を教えるための資格を剥奪された。ただし、カトリック司祭ではあり続け、その役職については、何の禁令も出されなかった。1928年3月19日生まれ、ローマのグレゴリアン大学で、 神学や哲学を学び、その後もパリのソルボンヌで学び続けた。1960年にドイツの中ンゲンにあるエヴァーハルト・カール大学中ンゲンの神学教授になった。この時に後の教皇ベネディクト16世となるヨーゼフ・ラッチンガーと同僚になる。1960年代になってキュングは改革的な立場を示し始め、離婚や人口中絶を支持した。 1963年の訪米の際に彼は、教会と自由という題名の講演を行っている。1962年から1965年にかけて、教皇ヨハネ23世とパウロ6世とによって、第二バチカン公会議が行われ、プロテスタントや聖教会、マルクス主義との対話が推進された。公会議からほどなくして、ローマ教皇無ロンに関する見解を表明し、 論争を巻き起こすこととなった。1978年に当時は、社会主義国だったポーランドからヨハネ・パウロ2世が選出され、教会が保守的な傾向を取り始めたので、キュングは梯子を外される格好になった。1979年に、キュングはカトリック神学を教えるために必要な資格を剥奪された。ただし、カトリック司祭ではあり続けている。その後、 1996年に中敏原大学を退職するまでエキュメニズム神学の教授となっている。1981年に3ヶ月間、キュングはシカゴ大学で客員教授を務めた。在米中にノートルダム大学に招待された。第2バチカン公会議後、キュングは被災の独身性が強制されていること、教会が信頼を喪失していること、女性被災が禁止されていること、 そしてローマ教皇庁がクレム人のような状態になっているとして教皇庁に対する批判を繰り返した。キュングはヨハネ・パウロ2世を一度もその名前で呼ばず教皇ボイティワと呼び続けた。ここに彼の怒りが込められている。2005年になってからもキュングはイタリアやドイツでヨハネ・パウロ2世について批判的な文章を発表した。この時にも彼は教皇をボイティワと呼んだ。 2005年9月26日、キュングは、かつての同僚で教皇となっていた、ベネディクト16世とカステルガンドルフォにある教皇の邸宅で数時間会見した。この場で、両者は、競技場の問題についての議論は、意味がないということで一致したものの、2009年、キュングは、ベネディクト16世が孤立しているため、主催の独身性などについて、大胆な改革はできないと批判している。 2011年に引退後、中便ン,ン大学にて、グローバル倫理財団の共同設立に加わった。2021年4月6日に、ドイツの中便ン,ンで93歳で死去。など、ウィキニュースに関連記事があります。ハンス・キュング教授とローマ教皇が会談。ありがとうございます。